なローソンなんやけど、今から行くんで、準備はよろしいですか？はい。はい。なんか、お店の方へ、私がやってくるシーンが欲しいっていうことです。はい。はい。やってきました。こっちの方も大活躍しそうだね。ちょっと、操作方法が分かってませんが。さあ、どうする？乗せます？うん。ちょっと待って。俺も一遍装備外すわ。編集できんのが残念やな。ブーさんの軽バンに株積んだけど、その隙間を埋めるかのようにどん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 荷物が入っていきます、ね、こんだけ積んだらもうロープで固定いらんだなっていうレベルだね。まだ乗るよ。まだ乗るな。まだ乗る。うん、いやじゃあ行ってみます。はい、じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。はい、先行っとるよ。はい、待っててね。はい。あ、じゃあ俺が先着くんやった。そうや。なんか八毛線で行ったのが早いんかな。ねえ、ずーっと4年は越前海岸ひたすらツーリングがてら行ったから、まあ越前海岸なんやけど、今日はまっすぐ向かうだけやからな。はい、酔い止めのアネロン買いました。夏の北海道の帰りのフェリーで知り合った方に教えてもらったやつです。聞いてくれることを願います。ちょっとおやつにビーバーを買いましたけどね。何味？カニビーバー。カニビーバーね。また今回もね、町の人にカニ買ってこいって言われたけど、これでいいんじゃねえかな。港じゃねえな、もう。港近くの南関の赤でやったな。何やったのか、なんかあったよな、そういえば。乗り込み用のスロープ見たのも見えるしな。あれかな、やっぱり。あ、やっぱここや。僕が見えとった赤字これや。目的地周辺です。やっぱここでよかったんや。まだあれか、まだ並ばんのかな。お疲れ様でした。ここは伊藤さんの方ですね。はい、はい、もうどこも出られることなかったら並んでいただきますけど。ああ、はい、はい、はい、じゃあ並びます。僕までですね。はい、はい、フェリータイムが着いたんですけど、バイクが乗った車両の場合、ちょっと車両後半の場所がなんかちょっといろいろあるみたいで、ちょっと待ってくれということで今待ってる途中です。はい、はい、お客さんはバイク寸胴関係上ちょっと車両後半ちょっと別の場所になりますもんで、その方ちょっと向こうの駐車場でちょっと待機していってほしいんですわ。あ、はい、向こうで、まあ、ちょっと、はいはい、申し訳ないんですけど、わかりました。はい、はい、うん、そう、ということでなんかちょっともう一回移動します。はい、さっきあっち止めてました。今こっち移動です。
そういえば去年も自分ここでカブ止めたけど、車両積んだ車こっちに待機してたよな。あとご飯ももう食べちゃおうかな。ここに書いてあるわ。車23時から。あ、20時半までか。時間間に合う。またハンバーグにすっかな。またハンバーグ定食です。昨年と同じ。ちょっと写り的に色味が良くないかな。はい。ではいただきます。クランキー。GoPro のネックストラップ持ってくればよかった。そしたらこういう時の撮影が楽や。出ました。いただきます。これが今日今から乗るフェリー。でかいね。船の名前はちょっと分かんないな。船名は水仙です、はい、去年も乗ってると思うけどね。同じ名前やったんかな、うん、はい。11時23時に乗船開始とは言ってたけど、これ台数少ないからな。もうちょっと早い可能性もあるしね。別の中で待機しててもいいよね。今車両へ戻ってきたんですけども、まあ、ちょっとバイク積んだ車両がちょっと、並ぶレーンが違うって言うんで、離れたところで待機してくれと言われてて、いつかわかんなかったんで、ちょっと建物の中で待ってたんですけど、とりあえず今戻ってきたら、20番のレーンに並んでくれと言われました。案外すぐに案内やったんかな？いつ案内になるかわかんなかったんで、ちょっと建物内入っていたけど、本当はさっき横並んでたハイエースがね。今はね、暇なんで NHK のラジオアプリ、ラジルラジルアプリで NHK の番組聞いてます。あ、ほら来た。もう積み込みトレーラーがこの入り方がねすごいね。スパーッと曲がって入っていくんよ。ほらすごいよね。わーすげえ、すごい。やってうまいね、やっぱり。車の乗船始まりましたね。はい。あそこでチケットを確認して乗ってるっていう感じですかね。で、これ、ね、乗船待ちのレーンがあるんですけど、自分20番目なんですよ。なんで、1番が順番なら結構時間かかりますね。20レーン最後ですよ。で、それよりも最後、20レーン最後よりもさらに後ののがこの横に止まっている、はい、後ろ、スノーモビル、そのキャリア積んだ車、全長8メーター70って言ってましたね。こういう特殊なやつはやっぱりもう別枠になるんですね。バイク積んでるんで、まあ、一応ガソリン積んでるんでっていうことですかね。ちょっと別枠で、通常の車両の後半じゃないところに案内されるみたいなこと言ってましたけど、そこの列なくなったバイク見えたけど、バイク全然少ないな。今見えとるの1台だけやけど、さっき自分が向こうに並んでる時もどうやろう、2台3台ぐらいしか見なかったけど、今回バイク直に行く人は少なそうですね。あ、動いた。いよいよかな。はい。はい、あ、自分らのレーンが先やったね。どこちゃうぞ。どこまで行くんや。あっちからか。いつもこの、入り口2箇所空いとるんや。ちょっとこれ動画でも映ってないかもしれんしね。説明のしようがないんで、写真撮っとくか。こんなんですよ。今こっからこう、左
来たわけなんですけど、手前の外、バイク多分こっから乗ったんねんかな、それともこっちから一緒に乗ったんかな、そこまでは見てないんやけど、横と後ろか2箇所空いとんやね。車乗り出しましたね。GoPro 映っとるね。とりあえず映っとるね。暗いね、やっぱり GoPro のレンズじゃ、レンズとかセンサーじゃ。こっちは、こっち側へか。サイド引いてください。よいしょ。ここです。あ、すごい、はい。はい、ここです。A3-75。そこやね、あ、端っこや。よっこいしょ。ちょっと冷たい風浴びんと、暑い。あ、もう動いてるな。ハンディカムやっぱ暗いな。ハンディカム暗いんで。どうや。どっちの方が映りがいい？なんとも言えねえな。スマートフォンの方がちょっと映ってるかな。ちょっと屋根の下出てきたらポツポツ当たるもんがある。雨が降っています。この雨も向こう着く頃には雪になってるんやろな。軽い晩酌してから出ます。いや、昨日もしっかり飲んだけどね、やっぱり飲まなきゃおられん年頃ですわ。うまい。ということで、今回で2回目の冬の北海道ツーリングなりましたけど、明日プーさんが飛行機で来て、苫小牧で合流して、翌30日からいよいよ本格的な、ツーリングが始まります。ツーリングは自分だけなんやけどね。プーさんはまあ、車両で、後ろから、私がいつこけるかっていうのを期待しながら、後ろからついてくると。あとね、一人と違って二人っていうのもね、楽っちゃ楽なんやけど、やっぱちょっといろいろとまた読めない部分もあるんで、どんなになるか、楽しみでもあり、またちょっと不安でもあります。また無事に帰れるように皆さん祈ってください。ちょっと朝ごはん、まあちょっといいかなっていうことでしたけど、とりあえず喉乾いたんでドリンク。やっぱこれやね。普段は甘いものは飲まんけど、とりあえずやっぱり北海道なんだガラナやね。5階 PC コーナーに問題とあったけど見当たらないぞ。どこだ。あ、ここにあった。マッサージコーナーや。水栓はどれでしょうってか。ファンネルに注目。あ、待てよ。これや。ここにヒントがあった。はい、じゃーん、イカ丼です。ちょっと思ったより量少ないな。多分もっと食えそう。まあ、足りんかったらどうすかな、ラーメン。でもここでまたラーメンっていうのもな。いや、でもカップラーメンよりはいいかもしんない。まあ、とりあえず食べてからやね。はい。西滑、知床塩ラーメンです。うまそうやね。これが、海苔かな。いいね。チャーシュー、麺、ネギ、海苔、麺、スープ、赤いもの食うとすっごいほっこりするね。お腹も心も。
さっきの船内クイズラリーの当選発表、なんと当たってますよ。ほら、ヤッホーやね。早速景品もらいに行ってきます。ランドリーバッグだって。はい、7時25分です。もうだいぶ苫小牧東港近づいてますね。今回は遅れることなく予定通りの時間に入港できそうですね。8時半。案内があったんで今から車両交換へ移動します。はい、では下船指示が出たんで動きます。でもないんかな、月とるし。途中では1年ぶりの苫小牧です。およそ300m 先、左方向です。いや違う、やっぱもう一個筋、向こうの筋を曲がれって言うとるけど、あ、これ曲がれるんかな、わからんな。ちょっと怪しいな、そこはちょっと怪しいから、やっぱ信号なんとこで。いや曲がれんやろ、あ、こ曲がれんでしょ。ああ、ちょっと一応、ブニタ切れとるな。ブニタ切れとっけど、曲がっていいとこなんかな、どうかわからんから。この辺がちょっと、外れると、テカテカなんよね。はいはいはい。いや、これ去年の平均値があるから、あれやけど、なかったらそのままスラーといて、スラーといったわけ。あ、グリーンホタル、去年止まったとこや。去年はどっか、あっち。この左側からな。いや、今の道入ってきたのかな。あ、なんかこっちから入ってきたような、うん、記憶があるからな。ホテルウィングってもう、グリーンホテルのすぐ隣やったんか。値段で選んでんけど、グリーンホテルがなんか予約いっぱいで取れんだし、次に安いホテルって言うんでここ選んだんやけど。はい、車ここです。立体駐車場、中2階。すぐそこが階段の出口です。もうやっぱ空気ちょっとひんやりしとるな。ホテルウィングインターナショナルです。732と728やったね。あ、ここや。とりあえず俺ここに、ここでいいかな。近いし。まあ、喫煙部屋とは言っても気になるほどの匂いはないね。自分的にはやけど。ブーさんも大丈夫だと思うんやけどね。いいよいいよ言うとったから。禁煙部屋空いてなかったもんで、はい。ちょっと片付けしたら、ブーさん、狙いに駅まで行ってきます。どっか、すぐどっかその辺みたいやね、駅。これ見ると。一応。あ、もう着く時間や。早いかな。顎に見えとるあの建物か、もしかしたら。突き出した屋根があるところ。ここや。50分着やからもう着いとると思うんやけど。この中にいるか。俺カメラ持ってる人って探しとったし、わからんだわ。何や、なんでカメラ持ってんの。いや、もう、はい、こんなん使えんってね。使えん、はい、これ、うん、あ、ちょっと待って、そこなんか肉の自販機あるのが珍しいから写真撮っていこう。まあ、俺もさっき着いてチェックインして手荷物を下ろしてすぐ出てきたんや。あ、そうなの。うん、あ、ほんで、あの目の前の立体駐車場の2階に車止めてあるわ。ああ、荷物下ろしたのね。いや、俺も必要なもんだけ下ろした。うん、着替えとかはもう明日車のとこ来てから出なと思って。おー、あ、ここから入れる。ここから、ここ駐車場。いや、駐車場だけ。うん、
はい、良いですか。良いはいいですよ。良い。はい。うわ、これどうする。ではお客様、お部屋へご案内いたします。ありがとうございます。いや本当に。俺途中でガチで迷ったと思ったもん、ね。そう。札幌で。スマートフォンで何でも検索できるやろっていう意味で。それでいいけど。うん。まだバッテリーが心もとない。モバイル持ってない。いやそしたらケーブルを持って入れてなかった。間にグラムケーブルを。なんか良さげなとこじゃないですか。俺もそう思ってんで。どうこれ。俺も思ってんやけど、もう明日のこと考えるともうちょっとあれかなと思って。すごいな。うん。しかもちっちゃそうなお店いいや。そうで俺もあここ晩飯食わんかったらここでいいなと思ってん。これチェックインじゃない。もう終わってる。あそうなの。うんもう2人同時に予約したし、おうおうあの代表者チェックってことで、俺732でそっち728、今俺カードキー持っとるし今そこまで行くわ。はい、はい、それじゃあ本日お疲れ様でした。以上本日29日の工程はこれでおしまいです。また明日からよろしくお願いします。はい、お互い、じゃあ、じゃあ、ね、そっち、はい。はい。今日は。もうそれ、って。こっちが重いな。あんな。はい。なら、じゃあ、ここからはそっちのカメラに切り替えます。ビョ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 フロント行ってくるわ。フロント行ってくる前に冗談ととっか、はい、じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、じゃあ明日じゃ あの6時に起きたらもう下のフロントに集合で6時起床でいいよな。起床で、はい、はい、これバタンと閉めて、はい、はい、ということでブーさんと無事合流できました。はい。本来なら、ブーさんが俺を出迎えて、いや、お疲れお疲れってなる予定やったらしいですね。はい。去年、私が札幌観光した足跡を、早く着いたんで回ってたって言ってましたね。いや、いろいろ面白いこと考えるなと。明日は、とりあえずまあ、ルモイまで行きます。で、ルモイもまた去年と同じホテル、まあ安かったんで取ったんですけど、本当言うともうちょっと足伸ばしたいんですけどね。でもまあちょっと、料金がすっごいかかっちゃうんですよ。それより先のホテルが、なかなかね、贅沢もできないんで、去年もいろいろトラブルあった割には、早くホテル着いたんで、時間的余裕はあると思うんですけど、まあ何があるかわかんないんで、ちょっと早めに出たいんで、6時に起きて出ましょうということで、さっき話したとこです。去年みたいなパンクとかトラブルはさすがにないと思うんですけどね。チューブも全部変えてきたんで。まあ、とりあえずまあ、今日は、無事、苫小牧まで着いたということで、おしまいです。はい。ではまた明日以降、どんなになるか、お楽しみに。